皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学校の歴史、その中の大陸の文化を伝えた遣唐使ってというタイトルで遣唐使について説明していきたいと思います。奈良時代というのは平城京に都を移してから平安京に都が移るまでの84年間、これを奈良時代というんですけれど、この奈良時代はたびたび中国へ遣唐使を送ったので唐の影響を受けた文化が栄えた、ね、遣唐使っていうのは日本の朝廷が唐に送った公式の使いのことです。でこのたびたびというのはどのくらいでしょうか。今の感覚から言うと割と頻繁ね、1年おきとか2年おきとかね、まあ長くても3年くらいとかね、そんな感じがするんですけれど、このたびたび、当時のたびたびは今と感覚が違いまして、平均すると20年に1回、これがたびたびなんですね。つまり遣唐使を送ったのは20年に1回くらいだったんですね。遣唐使、この奈良時代が有名ですけど、実はもっと前から遣唐使って送っていました。630年から最初に送り始めて、894年、この年廃止になるまで20回遣唐使の任命がありました。これは書物によって19回というのもあったんですけれど、ここでは20回にしておきます。で20回任命があったんですけど、4回は中止になっています。任命というのは、じゃあ君が遣唐使になってねってね、留学生は誰々ね、留学生は誰々とかね、こういうふうにね指名するやつですね。だって誰が行くんだよっていうのをね任命したのが20回あった。そのうち4回は中止になっています。ですから16回遣唐使は送ったということになりますね。で全部で40隻の船を唐に送ったんですけれど、そのうちの12隻が遭難しています、ね、とても危険な旅だったんですね。割合で言うと3割、ね、10隻行ったら3隻は遭難して海の藻窟になってしまった、こんな感じなんですね。そんな旅なるべくだったら行きたくないですね。じゃあこの遣唐使たちが乗った船、どんな船だったかというのを実はね、資料をもとに復元したものがあったので、その大きさをここに載せてあります。遣唐使船の船、この大きさ、全長、ね、前から後ろまでこれ25メートル、幅は 9.7メートル、そして帆が2つ立っていました。それは竹ですね、竹とヨシで編んだ2枚の帆、今で言ったらむしろのことですけど、それが帆だったんですね。ですから今の船の帆みたいに風を上手にはらみません、風抜けちゃいますよね。だから結構効果ね悪かったんですね。そして風によっては帆を丸めて人がオールで漕いでね、オールで漕いでね船を進めていました。で一隻にこの小さい船に120人か150人が乗ってたんですね。そして航海の日数は30日から40日でも、天気が悪かったりね、風が悪かったりすると数ヶ月かかる時もあったようです。でそんな長い間ね船にいるんですけど、何を食べていたかというと、実は食料は干しいと水だけだったみたいです。干しいというのはお米を蒸して乾燥させた保存食です。そしてこの干しいを
水に浸すとすぐに柔らかくなって食べられてるんです。でも毎日同じ食事ですから嫌になっちゃいますね、皆さんだったら。でもこの検討姿勢に乗った人たちは、ね、それを食べて、ね、命がけで唐に渡っていったんですね。ではどんな人が船に乗っていたか、こちらです。検討姿勢に乗っていたのは日本の代表の大使、ね、朝廷の使いの代表ですね。そしてそれを助ける副使、ね、副長官みたいな感じでしょうかね。で通訳とか事務をする役人の人、それから留学生、向こうで文化とか制度を学ぶ人ですね。留学生、お坊さんで向こうで学ぶ人ですね。で医者や神主や占い師、神主や占い師というのはね、祈祷して無事につけますようにとかね、明日はどうなるっていうのを占ってたんですね。そういう人たちも乗ってみました。もちろん船を操作する人や船頭さんですね、漕ぐ人も一緒に乗っていましたね。で大使と副使、実は一緒の船には乗りませんでした。別々の船に乗っています。なぜかっていうと、ね、これ危険な旅ですからね。何隻か一緒に行って大使が乗った船が遭難して沈没しちゃうかもしれないと、ね、または副使の船が沈没しちゃうかもしれない、そういう危険なのを避けて、ナンパしてもどっちかがナンパしてもね、どっちかだけ唐にたどり着けばいいやということで同じ船に乗らなかったんですね。ですから自分がどの船に乗るかというのを争って喧嘩になったりしたこともあったそうですね。で、7世紀には2隻が1組として、8世紀には4隻が1組として唐に向かっていました。まあ、8世紀以降ですね、4隻が1組とね。で途中中断がありました。で中断といっても平均すると20年に1回ですから、中断しても大した期間じゃないかもしれないんですけど、中断がありました、ね、白月の絵の戦いもありましたし、人心の乱もありましてね。で人心の乱の後はこの701年にまでずっと遣唐使出していなかったんですね。そして701年に大宝律令が日本で、ね、制定されました。これに合わせて遣唐使を復活するということになりましたね。でも出航したのは翌702年です、この時ね、唐にどんなことを伝えたかというと、国語、国の名前ですね、国の名前が日本にしたってこと、それから大宝律令という、ね、法律の制度が完成して政治の仕組みが整ったこと、これを唐に伝えました。この701年の時から奈良時代の終わりまで、ね、5回遣唐使を派遣しましたが、4隻が全て無事に帰ってきたのは1回だけだったという記録が残っています、ね、そのことからとても危険な旅をして唐で学んで、ね、唐に着いたら留学生留学僧はこれ20年に1回ですから、ずっと次の遣唐使船が来るまでは中国で勉強し続けて、うまくいけば次の船に乗れると、20年後に。でももしそうじゃなかったら、その次の船になってしまいますから、ずっと中国に住むということになる、そういう場合はあるわけですね。そんな状況の中で一生懸命中国で勉強して学んで日本に唐の文化制度を伝えてきた、それが遣唐使留学生留学僧たちなんですね。今日は、遣唐使について説明しました。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。